いらっしゃいませ。いつもの癖が。勇者らしくか。おや、今日はダンジョンじゃなかったのかい。大胆な人は嫌いじゃないよ。こんな呼び方するの君ぐらいだよ。なんだか緊張がほぐれるよ。慰めてくれるのかい。大胆な人は嫌いじゃないよ。だからね。守ってみせる。あまり期待はしないで。勝つんだ。任せてもらうよ。無礼であろう。ね、サイ。総員、戦闘準備。バカンスを楽しもうじゃないか。無礼であろう。無断はなしだ。ミッションスタート。勝利のクイーン。無礼であろう。この手なら。パルムの女神フィアナの名に誓って。行くぞ。これもまた。フィン、少しいいか。ん？なんだその格好は。よくエルフから貢ぎ物が届く。どこかのハイエルフと同じかな。同胞からの贈り物さ。一族のために戦うブレイバーへということらしい。なるほど。しかしそれにしては浮かない顔だが。僕が求めるのはこんな品物じゃない。同族が立ち上がることだよ。決してブレイバーの賛美にとどまってはいけない。フィン、決して悪く言いたいわけじゃないけど、君がもらう貢ぎ物と比べても材質は見かけ倒し。裕福な同胞はほんの一握りだ。普通のパルームでは第一級冒険者の装備を用意するのは難しい。ならばなぜその身に。感じるため。残念なことに同胞は僕が未来を切り開く姿を期待している。その衣は全てお前に託す思いの表れだと。ああ、この見かけだけの衣装には痛いくらいその思いが詰まっている。何にせよだ、僕はこの衣に込められた一族の愚かしさを、願いを知っておかないといけない。そしていつかこれを身にまとって同胞の前で見よう。何の役にも立たなかったとね。それはあまりにも酷ではない。だから次は衣ではなく槍をくれと叫ぶ。この背中に続き守ってくれる勇敢な槍を。一族の魂をくれと叫ぶ。やれやれ、復帰させるためなら何でも使うというわけだ。ああ、名誉の栄光も勇気のその先にある。それを証明した時、もう一度これを着るよ。ブレイバーとしてフィアナのように。お前の声で一族が真の意味で立ち上がった時、近くで拝ませてもらう。ああ、楽しみにしていてくれ。生意気なパリンに願いを叶えてみせるその時を。